から藤田、藤田から木島、中山ヘッドでいく。これは中山が小さくガッツポーズでしたが、イエローカードが出ています。 PK を取られてしまいました。やばここまでうまくね、なぎら対応してたんですけどね、なぎらがイエローカード出されてしまいました。いやこのプレーをご覧いただきましょう。木島からクロスが入ります。なぎらがこの中目に対応しました。本当に坂田さんがおっしゃるように非常にいい田中なぎらプレーをしていたんですが、ここでイエローを取られました。逆に言うとそこが中山らしいんですよね。福岡 PK を取られてしまいました。キッカーはその中山か。中山がボールを蹴るようです。高田さん、はい、かつてガンバで一緒にプレーしましたからね。そうですよ、そうです、そうですね、はい、中山今季ガンバ大阪から完全移籍。さあどうだ、決まりました。1対1の同点に追いつきました。ロアッサ熊本、落ち着いてコース狙いましたね。狙いましたね。いやこの辺はさすがです。今季は前節の札幌戦でもゴールを決めている中山。これが2点目。高見さん、はい、あの吉田選手ねずっと我慢してね、いいセービングもしてたしね、あの悔しいでしょうね本当に、はい、読んで読んでの